ロイウッドはイギリス出身のミュージシャン。卓越した演奏技術と作曲能力で多くのヒットソングを世に送り出してきた。ザ・ムーブ、エレクトリック、ライト・オーケストラ、ウィザード、ソロ名義で生み出したシングルヒット曲を合わせるとイギリスチャートのトップ10に入ったものだけで16曲にも及ぶ。若い頃に目にした楽器はべてマスターするという常人には、 思いつかないような発想を実践したことで、10以上にわたる楽器を演奏できる、マルチプレイヤー中のマルチプレイヤーとなったという、伝説を持つ。1960年代後半から70年代、前半のロックシーンにおける主要なギタリストの一人で、あり、ザ・フーのピート・タウンゼントにも通じる、パワーコードを駆使した、独特のギタープレイで、ザ・ムーブ等の楽曲を通じて、後の多くのギタリストに、 UK 無形の影響を与えた。チープトリックのリック・ニールセン、バン・イー・カルロスを筆頭に、英国、米国のアーティストに、ファンが多く、ロックの偉人の一人としてリスペクトされる存在である。1967年にロックバンド、ザ・ムーブの中心メンバーとしてデビューした。ザ・ムーブは、ロイが生み出すポップセンス溢れる、優れたロックンロールの楽曲群と、 ザ・フーの強い影響を受けたワイルドなステージングで短い活動期間ではあったがイギリスで多くのヒットを生み出し60年代後期における最も重要なグループの一つとされているその後1972年にザ・ムーブは消滅しジェフ・リンラーと共にエレクトリック・ライト・オーケストラを名乗るようになるしかし2枚目のアルバムを録音中に早くもエロを脱退続いて ソロ活動と並行する形で、1973年にウィザードというバンドを結成する。I wish it could be E Christmas Everyday などのヒット曲を生み出したが、このバンドもあまり長くは続かず、1975年に解散する。ウィザード時代のロイは七色の挑髪と奇抜なメイクで登場し、当時流行していたグラムロックバンドの一つに数えられたりしていた。 ウィザード解散後、ロイはソロとして活動していく。ロイのソロ作品は、基本的に全ての楽曲を自作し、全ての楽器を自演し、さらにアートワークまで自分で手がけるという、ほぼ完全なソロ作品である。初期の2枚の作品の完成度は、非常に高く、現在もカルトな人気を保ち続けている。しかし、ロイのソロ作品は、 発売当時ほとんどまともな評価を受けることはなかった。その主な原因は、同じマネージメントの他のアーティストのレコードを売るために、ロイのソロ作品は完成後しばらくお蔵入りにされたり、レコード会社やマネージメントの満足なバックアップを得られず、レコード発売が告知されなかったり、ライブがスケジュールできないなど、作品の力とは別のところで不運が続いたことが挙げられる。 ルネッサンスのボーカリストであるアニー・ハズラムと4年間婚約していたことがあり、ルネッサンスの楽曲、トリップ・ツゥ・ザ・フェアの歌詞は2人の初デートが元になっていて、1977年にはハズラムのソロアルバム、不思議の国のアニーをプロデュースした。80年代以降、表だった活動は行われていないが、90年代に入って正当な評価を受けていない不遇な天才として、 再評価する動きが活発化し、2000年になって未発表音源集、メインストリートがウィザード名義の新作として発売されたのを皮切りに代表曲を集めたコンピレーション版やソロ作品のリマスター版、ウィザードとしての作品のリマスター版等、給付のリニューアル再発売が続いている。なお、現在もザ・ロイ・ウッド・ロックンロールバンドを率いてのライブやテレビ出演等を行い、 英国をベースにマイペースに活動中である。ありがとうございます。